通信の木田です。今日から臨時国会が始まります。大臣はこれまで気候変動や原発に関する発言について具体性を欠くなどとの指摘も受けてこられましたが、与党はこの点についても取り上げる構えです。どのように臨まれるかお聞かせください。環境省一丸となって臨みたいと思います。今毎日いろんな部局の皆さんと日々勉強会そして準備を重ねていますけど、環境省の皆さん素晴らしいですね。私が終わってから、いや大変勉強になりましたありがとうございますって言った後に、いや私たちも勉強になりましたって言ってね、帰っていく姿をこう見た時に、あ頑張んなきゃいかんなと、はい、そういう気持ちになりますので、今日からしっかり頑張ります。アイシームの鈴木です。よろしくお願いいたします。